ガウンをつけての登場です。純白のガウンを身にまといましたジャンボ鶴田でございます。さあ試練の10番勝負第一戦です。やや緊張の面持ちジャンボ鶴田。さあその相手 AWA の帝王バーンガニアの入場を待ちますジャンボ鶴田です。今日初めて来ました真っ白いガウン、もちろんこの10番勝負で白星を飾ることができれば胸元に日の丸をつけたいと言っておりました。もし負けたら黒い星を飾りたいとこういうふうに言っておりました。さあ第一戦の相手バーンガニア悠々と登場いたしました。本当に貫禄があります。 AWA の帝王バーンガニア登場。横浜の太平洋金閣遺跡の大塚グループより試合に先立ちましてこの放送のスポンサー横浜ゴム太平洋金属遺跡納期大塚グループより花束の贈呈が行われました。これよりジャンボ鶴田試練の10番勝負遠来のお客様バーンガニア選手に日本テレビの岩渕編成局長がお人形を手渡します。さてこれから八田一郎レスリング協会会長によりまして試練の10番勝負のメッセージがこれから読み上げられるところでございます。八田一郎レスリング会長に渡されます。なおこの試合ジャンボ鶴田のからの要請によりまして今年はオリンピックイヤーモントリオリンピックの強化資金としてこのファイトマネーをモントリオールのオリンピックのレスリングの皆様に使ってほしいということでジャンボ鶴田から金一封が送られました。ジャンボ鶴田の10番勝負の選考委員長であります八田一郎さんによりまして10番勝負の今宣言が読み上げられたところでございます。本日のメインのジャンボ鶴田10番勝負第1戦我が方なら238番組バーンガニア AWA の帝王でございます。実力者バーンガニア紹介されました。我が方なら238番組昭和26年3月25日生まれ間もなく25歳の春を迎えますジャンボ鶴田です。さあ山田さん待ちに待った試練の10番勝負の第1戦いよいよですね。非常にね私も興奮してます、はい、本当にね相手がね大物中の大物、そして難敵中の難敵ですからね、はい、本当にねジャンボは一体今どういう気持ちであるかということを考えるともう私の胸がキュッと痛くなりますね。そうですね、なんとしても大物が初戦の相手でございます。今年はオリンピックイヤーくしくも第一戦の相手がロンドンオリンピックレスリング出場のバーンガニアに決定したわけでございます。ジャンボ鶴田はミュンヘンオリンピック代表でございます。どん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 スタミナがなくなってきますね、完全に今のところペースを取っておりますジャンボ鶴田。しかもジャンボの足が速いです。非常にこの技は効果的です。いいですね、アームバーで攻め込んでいるジャンボ鶴田。とにかく大ベテランですからね、試合展開のうまさということでは問題にならないと思うんです、はい、ですからジャンボとしては自分が有利な対角面をフルに利用した攻めをね、どんどんかけていく、これが一番いいと思います。バンガニアは世界一の縦の攻撃を持っているレスラーと言われております。スリーパーホールド、バックドロップ、それからジャンボ鶴田と同じようにドロップキック、この3大武器を持っておりますが序盤戦まだ出しておりません、バンガニアのね、フライングドロップキックというのはこれ俗にスクリュードライバーと言われている、すごいですね回転式のね、はい、非常にこの回転をしながら相手をキックし、しかもなおかつ自分の着地を安全にすると、本当に理想的な攻撃ですね。そうですね、これを一発食うと怖いですね。しかもガニアは大ベテランに変わらず非常にジャンプ力ありますね。さあアームバーを振りほどきました。今度はヘッドシザースに取ります。両者立ち上がった。もう一回巻き投げ、見事に決まりました。
接して拍手が沸き起こります。満員の日大講堂でございます。またしてもアームロック、色が変わってまいりました。ご覧いただきましょう。バンガニアの左の腕もう真っ白に変化。しかしね、あれだけ速いガニアがね、ちょっと後手に回って意外そうな表情ですね。はい、有利な状態です。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負。超ベテランのバンガニアが第一戦の相手。その他15人の精鋭が選ばれました。ブルーノ・サンマルチノ、テリー・ファンク、ビル・ロビンソン、トリー・ファンク・ジュニア、アブドラザ・ブッチャー、ハリー・レイス、アントニオ・猪木、ラッシャー・木村、アンドレザ・ジャイアント、大木金太郎、ディック・ザ・ブルーザー、ニック・ボック・ウィンクル、ザ・シーク、ルー・テイス、以上の15人の選手選ばれておりますが、その中から10人の選手と対決するわけです。初戦の相手バンガニア、またしても打ち勝つ。アームロックからリストロック、フィンガーロックに入りました。流れるような感じですね。そうですね、完璧です。一部の隙もないですね。はい、今のところ完璧な攻撃。ジャンボ鶴田、ガニアが早くも汗出てきましたね、はい、ジャンボの方もしかしやっぱり攻撃一本矢で攻めてますからね、かなりちょっと汗が出てきましたね。バックを取りました。サーフボードのスタイルですけれども、今入りましたね。入ったですね、サーフボードに入りました。完全に左の足を背中に固定します。ジャンボ鶴田、どういう風に逃げるか、どういうディフェンスを見せるか。バンガニア動き回ります。激しく動き回って両者手四つの体勢になりました。力比べ、若いジャンボ鶴田負けちゃいけませんね、山田さん。そうですね、あっと今のところガニア有利。あっと体を入れ替えた。さらに逆を取って取りました。打ち勝った、ジャンボ打ち勝った。心境著しいジャンボ鶴田です。今度は頭をくっつけます。リングの中央、両者ともにストロングファイター。いい試合ですね、山田さん。非常にね、動きそのものはまだね激しくありませんがね、じっくり攻め合ってるという感じですね。はい、新人の頃マンツーマンで指導してくれた大先輩の真塩駒選手が亡くなりました。ぜひともこの真塩駒選手の今日は追悼の意味で絶対に帝王をやっつけてやると、こういうふうに力強く語っておりました。ジャンボ鶴田です。両者の力比べ、打ち勝つジャンボ鶴田。鶴田のこの力を加える時の表情は山田さん本当にしびれますね。そうですね、女性ファンも圧倒的。リングサイドを取り巻いていますジャンボ鶴田。激しい攻防、激しい息遣い、場内も緊張しています。しかしね、はい、このガニアの意欲的な動きですね、なんとか逃れようというですね、本当にベテランとは言いながらこのファイティングスピリットはすごいですね。すごいですね。スタンスを広くしましたジャンボ鶴田です。やっと返しましたバンガニア。今のは力ではありません、タイミングです。この辺りがベテランですね。さあ今度は腰を落として、返すことができるかジャンボ鶴田。両者リングの中央だ、手4つの体勢、思い切った攻防。さあどうだ、あった。バンガニア有利の体勢。サーフボードです。腰を落としましたジャンボ鶴田。激しい息遣い、上半身はもう汗びっしょりです。エナメルの赤いシューズ、ジャンボ鶴田。紺のトランクス、バンガニア黒いリングシューズです。いぶし銀のような見事な技を展開するバンガニア。過去を育てた選手がもう現在では立派に成長しています。 AWA の帝王バンガニア、人間風車のビル・ロビンソンもそうです。そして12月、去年の12月オープン選手権に参加したホースト・ホフマンもそうです。それからミュンヘンオリンピック重量挙げ銅メダリストも、銅メダリストのケン・パトラも育てました。
山さん、この後どういう展開になると思いますか。そうですね、今のところね、力比べでね、力比べ、腕取り合戦ですね、状態ですよね、しかしね、おっと、おっと、両者離れました。今ちょっとね、キャンバスに頭を打ったバンガニア、さあ攻めるチャンスです。手を取って、手を取って、ぐーっと展開いたします。ジャンボ鶴田ガニアがね、ちらっとネックツイスト気味の攻撃を見せましたね。はい、そうですね、ちょっと汗で詰まったというような感じがありましたね。そうですね、しかしね、ジャンボ攻めるのは大いに結構なんですが、ね、はい、攻めてる時っていうのはね、非常に隙ができやすいですからね、これはディフェンス面気をつけた方がいいですね。そうですね、まだスリーパーホールド、世界一のスリーパーホールド不発です。十分に警戒しているジャンボ鶴田。いや、 やっぱりね、ガニアはね、ジャンボが相手ですと不用意に技は出してこないでしょう、もうじっくりチャンスを狙って待ってると思いますね。リストを固めます鶴田です。一ひねり加えました。ハンマースルーの体勢、そのままジャンプ1番リストロック、さらに強く締めました。もう左の腕は真っ白です。色が変わりましたバンガニア、相当スタミナをロスしてるんじゃないでしょうか山田。そうですね、おっと張り手打ち、逆水平で返す鶴田、ガニアを倒しました。ガニアダウン、若い鶴田の前にダウンガニア。ガニアももう必死な形相です。日本のヤングなかなかやるではないかという表情ですね。そうですね、今度はあっと肩に相手の腕を乗せました。アームブリーカーに行きますジャンボ鶴田、アームブリーカーの体勢だ、もう一回乗せて持ち上げた、時間にして2秒、思い切ったアームブリーカー、構想しました鶴田、あっと髪の毛を掴んだ、体当たりだ、ショルダーアタック、打ち勝った鶴田、打ち勝った、ロープのリバウンドを利用した、あっと巻き投げ、いや腰投げですね、ドロップキック、ドロップキック、バンガミはドロップキック2連発、ショートレンジからのドロップキック威力があります。あ、危ないぞ、あっとスリーパー、スリーパーにここで入りました、世界一のスリーパーホールド。さあいったいった、思い切って入ります。どうですか、どうでしょうか山田さん、完全に入りましたか。入ってますね、右の腕から入りました、右の腕から入りました、バンガニアのスリーパーホールド、左の手も回っています。完全にフォローされてますね、入ってますね、ぐーっと重心を下げる鶴田、どうやってこれをこれに耐えられるか、すでにギブアップだ鶴田がギブアップ。いや恐ろしい、世界一のスリーパーホールド裸締め。1本目はバンガニア、一瞬の隙を突いて後ろから回り込むようにして右手からスリーパーホールドを仕掛けました。失神状態のジャンボ鶴田です。さすがに世界一ですね。ちょっとね、あそこでねドロップキック2発を食ってちょっと不用意に立ち上がったですね、はい、例えば山田さん、今来日しているマーク・ルインのスリーパーホールドはほとんど左手が先に行きますね、はいはい、バンガニアの場合は今後ろにゆっくりと回って右手から先に入りました。このあたりが違いですかね。どちらもね使えるんですね、左右両刀使い、はい、はバンガニア1本先勝でございます。ジャンボ鶴田失神、大変な一戦です。バンガニア1本取りました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日大講堂より全国館内はもう熱っぽい雰囲気で包まれました日大講堂でございます。いよいよジャンボ鶴田試練の10番勝負、1本目はバンガニア得意のスリーパーホールドで1本先取、2本目の勝負です。鶴田にとっては後がありません。この試練の10番勝負、鶴田選手は10人の相手と戦って勝率7割が目標だと言っておりました。対角線上に投げ飛ばす、今度は反対側、ガニア生き返りましたね。そうですね、大きく抱え上げてボディスラムだ、そのままカバーに入った、跳ねのけるジャンボ鶴田でやります。あのすくい投げ、おっと背中に自分の体を乗せて、おっと逆さ押さえ込み、逆さ押さえ込み、あの体勢からの逆さ押さえ込み、普通の選手は全く真似ができません。そうですね、非常にあのフックが早かったですね。そうですね、不意を食らいましたジャンボ鶴田、強靭な腰のバネでようやっと跳ねのけました。両腕をですね、足でフックすると同時にもうあのピンフォールの形に持ってきましたね、はい、足を捉える鶴田です。ロープブレイク、 NWA のオフィシャルレフリー城樋口、力の入るレフリング、城樋口さん両者を分けました。
11年間 AWA の帝王の座を守り抜いておりましたバンガニア、昨年ニックボックインクルに敗れました。しかし今年の4月あるいは5月あたりに再戦が組まれているということでございます。これだけの実力を持っているんですから再び王座に返り着くことは間違いないですね。そうですね、大変な実力者。トーホールドの体勢、ステップオーバートーホールドです。テキサス仕込み、1回転いたしました。もっともっと回してほしいですね、スピニングトーホールドに持ち込みたい鶴田。あのガニアにはですねスタミナの不安というのは見られないですね。そうですね、やはりあの1本目を先勝したという精神的な、ね、安堵感といいましょうか、はい、あの大きいですね。そうですね、なんと言いましても世界一のスリーパーホールドで1本先取しています。山さん、先ほどのですねガニアのスリーパーホールド世界一と言われておりますが、もう少し分析していただけますか。そうですね、普通鶴田との身長差が14、5センチありますからね、まともにバックに回ってもかからないと思って、はい、油断してたんでしょうが、スピニングトーホールド、ね、2回転いたしました。さあ2本目、さあ2本目、ジャンボ鶴田ガニアから1本取ることができるか、大金星を上げることができるか。あっと余っている右足で蹴り返すガニアです。すかさず足を取る、すかさず足を取りました。スライディングして足を取りました。首から潜り込むようにして左の足を取りました。ジャンボ鶴田です。あ、今非常にいいあのダイブですね。まあそれであの先ほどの話に戻りますがね、はい、あの身長差がですねダメージを負ってフラフラと立ち上がったことによってなくなってしまったわけですね。ははそこのところをすかさず右から入ったと。で右から入ると同時に左腕を右に腕に絡めて巧みなフォロー、そしてその左腕は頭のところを固定しましたね、はい、これでグイグイと締め付ける。しかもジャンボの体重を巧みに利用して締め上げた、はい、決して無理のない合理的な攻めですね。一旦かけられますとほとんど逃れられないそうです ね、まず無理でしょうね、はい、いわゆる頸動脈を攻めるわけですから、チョークではありません。ジャンボ鶴田肩逆エビ固めの体勢、ロープに逃れます。バンガニアであります。あのザ・デストロイヤーが AWA のタイトルを持っていたときにこのバンガニアに4回チャレンジしたそうですけれども4回とも敗れました。その敗れたフィニッシュホールドは今見せましたスリーパーホールド、これを全部仕掛けられて敗れたそうです。さあ鶴田生き返ることができるか。2本目、やはりね、はい、ガニアはこういうふうに休むときは休む、逃げるときは逃げる、さっき場外にも逃げましたね。そういうところがあの非常に老快だと思うんですね、間を取ると言いますかね、はい、ちょっと右足を引きずります。バンガニアです。相手にとっては不足のない試練の10番勝負の初戦、サイドヘッドロック、大きくロープに飛ばして、あっとショルダーアタック、ガニアの勝ち。スライディングレグシザース、足を取ったスライディングレグシザース、そして足を X 字型にまとめました、小さくまとめました。ジャンボ鶴田です。このままインディアンデスロックあたりに持ち込みたいですね。そうですね、まだしかしあの迂闊に仕掛けることは危険ですね、はい、じっくり攻めてほしいですね。半身の体勢、足を入れた、インディアンデスロックに行くか、これはどうだどうだ、今足を入れた、必死で足を突っ込んだ、インディアンデスロックの体勢に入ります。そのままブリッジでさらに強く締め付けるか、いったいった、鶴田行きました。これまたテキサス仕込みです。インディアンデスロック、さらに力を加えて首を振る、首を振ります、汗が飛び散る。ジャンボ鶴田そのまま力を加えました。普通の叫び声、バンガニアです。ロープを探し求めてます ね、まだ距離があります。2メートル、ロープまでは距離がある。さらにブリッジに行った、首の強さ、腰の強さ、そのまま今度はヘッドロックですね。ヘッドロックですか、自分でブリッジしながら、はい、ベースロックに入ってますね。ベースロック入りましたね、複合技。さあガニアどうだ、頑張るか、ガニア頑張るか、あっと溶けた、ガニア必死で振りほどきました。そしてベースロックからチンロック、はい、非常にいいですね。這うようにしてロープを求めます。ロープまではあと1メートル30センチ、徐々に近づいておりますが、インディアンデスロックは外れた、外れた、ロープに逃げました。ガニア、ガニアロープに逃げました。いやー惜しかったですね、しかしあのジャンコが見せた複合攻撃は本当に鮮やかでしたね。決まりましたね、インディアンデスロックから頭部を襲いました。ジャンボ鶴田でやります。さあまたしても間を取ります。ベテランのバンガニア、心配なのはスタミナだけ。相当1本目の勝負が長かっただけに、はい、この辺りでどうでしょう、ガニアの
そうですね、やはりねこれは作戦だと思いますね。作戦ですか、一気にね来るジャンボの気をそらせてるんですね。なるほど。リング上に帝王を呼び込みます。世界の輝ける星ジャンボ鶴田、左の足を引きずるようにしてリングサイドゆっくりとゆっくりと回ります。間を取っておりますバンガニア、カウントを数えるジョー樋口です。今セカンドロープに手をやりました。さあまたしても2本目の勝負です。足を引きずってますから鶴田としてはそのあたりを思い切った飛び技、思い切った攻撃を見せてもらいたいですね。そうですね、まあ鶴田にもですね、はい、そのバンガニアに匹敵する、あるいはジャンプ力ではもっと上回るかもしれないというようなフライングドロップキックがありますからね。そうですね、試合開始と同時にドロップキック2連発見せただけ、その後全くドロップキック飛び道具殺されております。しかも得意な4種類のスープレックス全く出すことができません。相手を刺激する平手打ち、このあたりもベテランぶりを発揮しますバンガニアです。怒りの表情ジャンボ鶴田、あんまり山田さん気負ってはいけません ね、 そうですね、あくまでも冷静にと言いたいですね、作戦に引っかかるとちょっとですね、はい、あれ一種の挑発ですからね、がっちりと組み合います。振りほどくバンガニア、もう一発平手打ちです。鶴田怒りました、鶴田怒りました。軽快なフットワーク、足元をご覧いただきましょう。バンガニア軽いですね動きは、本当によく練習を積んでおります。毎日5時間のトレーニング、軽快なフットワークです。ガニア本当にレスラーの山田さんお手本ですね。そうですね、お返し一発平手打ち、体ごと浴びせました。ジャンボ鶴田、ガニアもエキサイト、拳は反則です。2本目の勝負です。60分の3本勝負、思い切ってロープに飛ばす、ロープを十分に使う両選手、リバウンドを待っていたのがジャンボ鶴田。ガニアよく相手の動きを見ておりました。後ろにも目があるかバンガニア。やはりね、基本的なねトレーニングができてますからね、はい、身のこなしが非常に軽快です、ですからいざという時でも素早く逃げますね。そうですね、とにかくフットワークの良さ、最初から終始変わらないですね、はい、練習も十分です。バンガニア、一方のジャンボ鶴田もこの試練の10番勝負の初めての初戦を迎えるということで、昨夜は11時にここに着きました。そして今朝6時に起床、目白の合宿に近い学習院大学グラウンドで5キロのロードワーク、その他プッシュアップ100回、腹筋100回を行い、英気を養ってこの日大講堂に現れました。エルボースマッシュ2連発、エルボースマッシュがいい角度で決まっているぞ。後ろにのけぞるバンガニア、チャンスが訪れた。首投げフライングメイヤーでリングの中央に持ってきた。もう一回フライングメイヤーだ。首投げ連発、そのまま抑え込んだ。カウントは2、カウント不十分。おっとハンマースルーか、うわーっとショルダースルーにいった。さあ危ないですね。バックあーバックからスリーパーに入るぞ。あーうまくどけた、バックを取って、あーすごい、そのまま抑え込むか、さあそのまま抑え込むか、あっとどうだ、カウントスリーだ、ジャーマンスープレックスですね。ジャーマンスープレックスホールドです。ジャーマンスープレックスがこのままホールドしましたね。見事に決まりました。ジャンボ鶴田2本目、1対1のタイスコア。ジャーマンスープレックス、4種類のスープレックスの1つ、最も難しいと言われるジャーマンスープレックス完成させました。やりましたね。いや本当にねロープ際ですからね、はい、私ねロープに逃げられるんじゃないかと思ったけども、意外にもあそこでスープレックスを出しましたね。そうですね、ジャーマンスープレックス功を奏しました。ジャンボ鶴田がバンガニアから1本奪う大金星を挙げて、スコアの方は1対1でございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は日大講堂より全国31局を結んでお送りしております。いよいよ3本目でございます。60分の3本勝負、ジャンボ鶴田試練の10番勝負の第1戦を迎えています。相手は帝王バンガニア。バンガニアからジャーマンスープレックスで1本奪いまして、1対1のタイスコア。いよいよ3本目、白星を挙げる可能性は出てまいりました。激しい睨み合い、火花が散ります。オリンピック出場の大先輩バンガニア、
やはりあの1本目を取られた時ですね、スリーパーなのでダメージがどの程度かという非常にあの不安があったんですが、2本目取ったことによって追い上げムードになってきましたね。そうですね。ガニアから大金星を挙げることができるか、10番勝負の初めての相手であります。すでにも10番勝負の第2戦は決まっておりまして、相手はダッシャー木村とこういうふうに発表されております。ダッシャー木村戦どうでしょう。これも面白いですね。あのオープン選手権で大乱戦の中で引き分けている、まあ、勝負がついてないということで、両方とも大変にエキサイトしてますからね、はい、どうにね下からあのもうしゃくり上げるという感じですね、そうですね。ジャンボ鶴田ロープに逃れました。頭を掴んで反対側のロープ、今度はドロップキックだ。危ないですね。危ないですね。そのままカバーに入りました。バンガニアカウント、アウト。カウントは2で跳ねのける。まだ若いジャンボ鶴田、スタミナは十分であります。もうちょっと待ってください山田さん。スリーパーに、ね、思い切ってスリーパーに仕掛けましたね。ロープですね。あとロープに逃れます。ロープに逃れます。苦い顔バンガニア。上樋口レフリーロープブレークを命じました。もういつどこで出てくるか分かんないですからね、はい、非常に危険ですよ。この試練の10番勝負は全ての相手、もちろんファンの皆様の投票で選ばれた選手ばかりでございます。世界の超エリートレスラーばかり。人間風車の体勢ダブルアームスープレックス、1本目ジャーマンスープレックスを成功させておりますだけに非常に気を良くしております。このガニアを相手にスープレックスの4種類の中から2種類が出るということは大変な自信になるでしょう。そうですね、しかし非常に勇気を持ってかけてますね。そうですね。あーっとバックを取られた。おっとそのままキャンバスに突き落としました。これです、電光石火のダブルアームストレッチであります。十字架固めのようにもなってますね。そうですね、一種のクリスフィックでもありますね、はい、そうですね。完全に動きを止めます。これはあの腕だけでなくて完全に首を決めてくるわけですね、はい、怖い技です。バンガニア、ガニアならではの技でしょう。高度な技を見せました。3本目の勝負です。これを取られますと完全に動きが止まりますね、しかもあのピンフォールの形に入ってきますからね、はい、グランドレスリングに持ち込みました。バンガニアです。勝負をかけます。3本目、帝王のメンツにかけても若いジャンボ鶴田には負けられないバンガニアでございます。山田さん、このジャンボ鶴田との一戦はバンガニアにとっても非常にやりがいのある試合だということを言ってましたですね。もちろんそうですね、しかもあの自分の世界王座復活を目指して、今度は一人首固め、リターンマッチが4月頃と噂されているだけにですね、はい、このジャンボ戦での試合の出来いかんということは自分自身のテストにもなりますからね、はい、今は無冠であります。 AWA の帝王バンガニア、おっとネックツイストの体勢だ。あっと決まりました、ネックツイスト。正面から堂々と試合を挑みます。ジャンボ鶴田ロープに飛ばす。あっとショルダーアタック、ジャンボ鶴田打ち勝った。危ないぞ危ないぞ、おっとまだ大丈夫だ。正面から行きます、ヘッドロックに取りました。大きく腰に乗せます。ジャンボ鶴田です。カントワツ3本目も一進一退の攻防、しかし何といってもスリーパーホールドがあります。それとあのうかつにヘッドロック行くとバックドロップもありますからね。バックドロップがありますからね、本当にこれまた超一流です。もう見ててもですね、あのジャンボが攻撃に出た時に本当にヒヤヒヤしますね、はい、再びグランドレスリングです。ヘッドロック離しません。ジャンボ鶴田、このエキサイトシリーズが終わりますと全日本プロレスはビッグイベントがたくさん並んでおります。韓国の遠征、それから国際プロレスとの対抗戦、さらにまた4月からは第4回目のチャンピオンカーニバルビッグイベントが目白押しであります。さあサイドヘッドロックに取っておりますが、バックドロップまだ不十分でしょうか。おっとロープに飛ばしました。スライディングレッグシザース、これは崩れた。引き投げ、またしても返す。ジャンボ鶴田です。そのままホールの体勢、カウントは1、カウントは不十分です。本当にあのこういうところのジャンボの勘というのは非常に優れてますね。攻撃を仕掛けられてうまく外した、すぐ自分が攻撃に移る、この変わり身の速さ、はい、これはもうジャンボの天性のものでしょうね。そうですね、
試練の10番勝負の初戦を終えた後、直ちに合宿に入ります。全日本プロレス3月の15日から17日まで筑波大学の体育センターで合宿を張ります。筑波大学の体育センター長の大石三四郎教授と斉藤博史講師の指導のもとに3日間の強化合宿であります。再びリング上、山田さんが先ほどから指摘されておりますように、このバンガニア、私はスタミナが心配であろうとこういうふうに予想したんですが、今のところ全くその心配はないようです。しかし、長い勝負になりましたね。はい、60分の3本勝負です。3本目、果たして初陣を飾ることができるか。ジャンボ鶴田、試練の10番勝負初戦です。なんとか金星を挙げてもらいたい。今日は純白のガウンで入場してまいりました。勝てば日の丸、そして負ければ黒い星をつけると言っておりました。フロントヘッドロックです。トップロープに腕を上げましたバンガニア。逆にあの、はい、腕を絡んでヘッドロックを取ってますね。はい、非常に長い勝負になりました。むしろあの今の攻撃はヘッドロックというよりもネックロックですね。ネックロック、首だけですね。そうですね、はい、この試合の後ラッシャー木村戦も待っています。そしてチャンピオンカーニバルでは今年は総当たり制で行われますので、当然大木金太郎、それからアブドラザ・ブッチャーとも対戦をいたします。ジャンボ鶴田です。リングの中央、がっちりと四つに組みました。山さん、今のところ硬直状態ですけれども、ね、どういう展開が予想されますかね。ちょっと攻め手を書いてますね。さあサイドヘッドロックに取るぞ、ロープに飛ばす、待っていた、ガニア待っておりました。巻き投げです。すぐに崩れたところ首投げに取る、ジャンボ鶴田です。両者の激しい動き、目が離せません。いい攻防でした。ベテラン新鋭、素晴らしい攻防、鶴田やります。もしこの試合鶴田が敗れても文句ないですね。今日の敵は、ね、非常にね、攻めに気合が入ってますね。はい、非常にけれんみのない動きを示しています、ジャンボ鶴田。おっとバックを取ったぞ、おっとバックを取ったぞ、サイドスープレックスの体勢だ、どうだどうだ、あっと持ち上げることができるか、ロープに逃れる、ロープに逃れました。ガニア、ガニア老下、ガニア老下、やはりね、こういう風に力のある人に対してはいきなり仕掛けようと思っても、力でいっても無理ですね。はい、やはりタイミングですよ。そうですね、今度はハンマーロックです。しかしあのガニアのすくい投げ一つにしても、技を仕掛けてから投げるまで実に早いですね。はい、ハンマーロックをターンさせました。グランドにもつれ込みます。バンガニア、過去30年のキャリアです。レスリング一本で財閥を築きましたガニアです。自家飛行機を持っているそうですね。そうですね、この人の場合本当にミネアポリスを中心としていわゆるガニアランドという、はい、レスリング王国を支配してますからね。2年前にはザ・レスラーというような映画も制作いたしましたガニアです。今年中にはそのザ・レスラーという映画が映画館から降りて全米のテレビで放送されると聞いてますね。はいはい、非常になかなか面白い映画ですね。はあ、その他高級車が5台、そしてサラブレッド15頭を持っております。さあ肩の上に乗せました。エアプレーンスピンの対戦、回り始めたぞ、飛行機投げだ、エアプレーンスピン4回5回6回、素晴らしいエアプレーンスピン、そのまま抑え込むか。さあチャンスだ、チャンスだ、おっと鶴田もちょっと自ら回転しておりますだけに焦点が定まらないようです。今抑え込みに入りました。タイミングがちょっと遅いか、うーん遅かったですね。そうですね、タイミングの遅いカバーです。投げた時にすぐピンフォールに行けばですね、決まったかもしれません。さあサイドヘッドロックに取る、ロープに飛ばしたショルダーアタック、ジャンボ鶴田、しかし鶴田もちょっと疲れている、鶴田も疲れている、危ないぞ。さあこの辺りはもう根比べだ。さあ最後の勝負に出るか、あっと蹴り上げる、蹴り上げました、トーキック胸元に突き刺さりました、バンガニアです。ジャンボ鶴田を起こしておいて抱え投げか、
かなり落差があります。危ない危ない危ない、どうだ、カウントは2、カウントは2、跳ねのけた。しかしちょっと鶴田も疲れました。サイドスープレックス決まるか、あーっといった、サイドスープレックスだ。さあスープレックスの3種類目、サイドスープレックス、起き上がってカバーに行けば勝ちだぞ。ジャンボ頑張れ、そのままカバーに入るか、相手はグロッギーだ、入った入った入った、どうだ、金星か、ダメ、カウントは不十分、大金星なりません、カウントは不十分。グロッギー、ガニア、グロッギー対角線上に今度は思い切って投げてました。さあ勝機を使いました、勝機を使いました、ジャンボ鶴田です。ガニアも起き上がる、対角線上です。今度あっと危ない、あっといったいった、思い切って前進いたしましたがスリーパーに取られました。最後の勝負です、スリーパーに取られた、あっと自ら力で後ろにバックステップ、そのまま崩れました。山さん助かりましたね。そうですね、髪の毛を掴んでいます。サイドヘッドロックだ、大きくロープに飛ばす、あっとジャンピング2パット、ジャンピング2パットいった、チャンスチャンス、新しい技を展開するジャンボ鶴田、カバーに入るか、カバーに入るか、しかしかなり疲れている、鶴田疲れている、そのまま抑え込んだ、行くぞ、カウントは2、カウント不十分、フットワークが乱れます、ジャンボ鶴田、鶴田のフットワークも乱れました。さあ今度はガニアの攻撃か、大きくロープに飛ばして思い切ってぶち当たった、そのままキャンバスに倒れ込む両者、どっちが先に起き上がるか、かなり両者ともにグロッキーだ、どうだどうだ、カウントが進むぞ、早く起き上がれ、10カウントで起き上がり、おー起き上がった、鶴田起き上がりました、ガニアも起き上がった、ガニアが蹴り返しました、おっと、あーショートレンジからのドロップキック、近い距離からのドロップキック、威力があります。鶴田ダウン、打ったガニアもダウン、そのまま抑え込む、カウント2だ、いったー、危ない、惜しい惜しい、あと1本あと1本、相手はバンガニアだ、ベテランを相手に、さあ勝ちを奪うことができるか、正面を向いた、あドロップキック、ちょっと足が上がらない、今の浅いですね、ちょっとね、ちょっと浅いですね、短いし、ジャンプ力が足りないですね、はい、タイミングが合いません、ジャンプ鶴田確実にヒットしてません、そうですね、ロープサイドでそのまま抑え込みに行きましたが足を逃します、足を伸ばしましたガニア、足を伸ばしましたガニア、あ後ろからちょっと背中を見せておりました、そのままドロップキックで、あっと失神状態のジャンボだが、あっと気がついた、必死で気がつきました、ガニア立ち上がる、鶴田も立ち上がったが、ドロップキック跳ねのけたか、あるいは当たったか、全くあまりスピードが速いので分かりません、そのまま抑え込む、抑え込む、カウントは、あっと2、カウントは2です、時間は刻々と過ぎていきます。そしてサイドヘッドロックで、バックドロップ、バックドロップ、ここで出ましたバックドロップ、頭を完全に打ちました、ガニアのバックドロップです、頭から逆さに落ちました、さあ立ち上がることができるか、ガニアはカバーに入りません、ガニアカバーに入りません、ガニアもグロッギーだ、どっちが先に起き上がるか、カントは続く、カントは続く、両者起き上がれない、両者起き上がれない、カントは10だ、カント10です、いやー10カウントに救われましたね、そうですね、これはそうするとね両者ダブルノックアウト、両者、ダブルノックアウト、珍しいケースですね、いやー恐怖のバックドロップでバンガニア、これはもう決まったかと思いましたけれども、打ったバンガニアもどうでしょう、ちょっと打ったところが悪かったんですが、後頭部は相当激しく打ったんですね、はい、ダブルノックダウンでついに10カウント、両者ノックダウンであります、そうすると結果は1対6のドローですね、ドローということになりますね、引き分けですね、大変な一戦でした、もうファンがもうリングサイドを取り囲んでおります、大変な一戦でした、10番勝負の初戦第1戦、今日の第1戦ジャンプさんが何点でしょうか、そうですね、よく頑張ったという点をね、ありましてね、85点、85点、しかしあの3本目ちょっと足がもつれてましたね、はあ、非常にね、まだあのスタミナの点でね、連携すべき余地があると思いますね、はい、しかしスープレックス1本奪ったジャマンスープレックス、それからサイドスープレックス2本出しましたよね、そうですね、非常にね、あのサイドスープレックスとそしてジャマンスープレックス積極的にね、技を出したところが良かったと思います、はい、オリンピック出場同士両者今握手を交わしました、友情を交わしました、いやしかしね、あのベテランの試合巧者のガニアをね、よくここまで追い上げましたね、本当ですね、あと一歩というところで勝利の望みもありましたジャンボ鶴田、しかし3本目はもう最後のドロップキックではもう本当に危なかったジャンボ鶴田でございます、さすがにバーンガニア大変な選手ですね、いや本当にね、そこが
どこにあるのかと、探っても探ってもないんじゃないかと、はい、もう本当にいろんな技が細かく細かく、そして休みなしに出てきましたね。10番勝負の第一戦は引き分けに終わりました。非常に長い試合でした。ジャンボ鶴田、健闘を称えたいと思います。第二戦の相手はラッシャー木村に決まっています。ラッシャー木村戦でも因縁の不安のね、指示も大変なもんです。